おお、こっからもうすぐ暗い地下室の方に出てきたんだ。これは先に進むのが分かりやすくていい。いや、本当にまだ暗い。ランタンがあってもまだ暗いよ。なんかいるぞ。よし。ランタンがあっても全然暗いんですけど。危ないな。オッケー。おっと、ちょっと危ない。危なすぎだろ、いくらなんでも。怖。こんな暗い中。上に、来てる来てる。ね。よし、シールドがあるとだいぶ助かるな。来た来た来た。オッケー。いや、まだいるぞ。何かを取ったけど何なのか分からん。これ光ってるけどな。いや、暗くて全体像が分かりづらいな、だいぶ。また動いてる。結構敵多いぞ。待って、回復しよう。これ死んだら元も子もない。これになんかつけてるんだ。スイッチ押してるってことか。開いてる開いてる開いてる。こっから地下に行けるぞ。ちょっと待って、マップ見よう。マップ見ちゃおう。これか、今ここだ。これね、矢印ね。×のところはあの針が出てくるところだ。で、今階段が行けないから、ここそんな広くないぞ。すごいすごい、チュニックマジですごい。このゲーム面白いかも。なんかね、すっごく説明書を見ながらクリアしてってる感じ、わかります？攻略本って感じじゃないけど、ちょっと説明書見ながら、攻略本見ながら、ここどこに進めばいいのかなみたいな、ちょっと昔の感覚が蘇ってくるって感じかな。なんだここ。本見ながらやってる感じね。すごいいいですね。いや、めっちゃいいゲームじゃん。そこになんかいるけど。ここで叩く。危ねえ。ローリング、罠に敵も引っかかる。殻を手に入れた。殻が3つ集まるとポーションになるんだ、魔法のポーション。これはマジでナイスだな。もう怖っ。よしよしよし、罠に引っかかったか？2匹いる。罠に当たれ。よし。お金か。お金は別に絶妙になくてもいいんだよね。でも爆弾がかなり有効だから。危な危な。爆弾をしっかり購入するのはいいかもしれないですね。で、ここか。これ叩いちゃっていいのかな。叩いちゃっていいのか。これちょっと待てよ。これダメージすっごい食らいそうなんだよね、ここで。でも遠距離攻撃できないしな。ちょっと一応回復しておいて、爆弾使ってみるか。
よし、荒領事で。ちょっと待って、でかいなこいつ。回復しとこ。でかいんですけど、やばいやばい。あ、やっぱ倒せない、でかい。いや、やっぱりお金か。実はそんなにお金はいらないんだよね、今のところね。回復したい。ポーションがもうないぞ。そしてセーブゾーンもない。いや、この暗い墓地、なかなかいい感じ。あ、ここルートと宝箱書いてあるんだ。宝箱を1個逃してるぞ。あ、そして隠し通路も乗ってんじゃないか。こっちだ。あ、あった。なんかコイン手に入れたぞ。よかった。説明書しっかり見ててよかった。じゃあ先に進みましょうか。うわ、とりあえず一つ一つ壊していくしかないね。あ、ちょっと待って、変に壊していくとこうなるのか、こうなるのか、変に壊していくと。うわ、でちょっと説明書見よう。説明書に多分書いてあるんだよね、きっとね。十字に切れと。これか。こっち。とりあえず先には進んだけど、これも壊しちゃっていいのかな。壊せる、壊しちゃおう。 OK、 これで自由に動けるようになったぞ。どっちに進むんだろう。あ、これか、このスイッチだ。このスイッチを入れると、おお、開いた。影が、影で遊ぼう。狐の影が映し出されてる。これも影がしっかり出てるね。ようできてるわ。また謎の場所に来た。何なんだろう、各地にあるこの機械。大地を支えてるとか。え、なんか重要アイテムそうかなと思ったけど違うのかな。おう、西の庭園。また見直してみよう。これでじゃあ暗い地下墓地は通過したから、西の庭園の方に進んでいくみたいね。バツ、あそこにあるぞ、金があるぞ。よし、西の庭園も行っちゃおうぜ。クリアしちゃおうぜ。いい感じで進んできてるから。ん？なんか西の庭園は綺麗ですね。桜みたいな木が生えてる。西の庭園、多分上なんだろうけど。うわー、まだまだ広い。ここも十分広いな。もしかしてこっちか。ここだー。あ、でもよく見ると桜の花が回ってるわ。こっち側綺麗だな。そしてちょっと広い。よし、セーブできる。あ、そしてなんかこれ2つ持ってるけど、ここで使うんだ。捧げます。狐の像を捧げると
この謎になったセリフは、謎になった言葉は、防御力、防御力、これは大きい。そしてちょっとマップ見てみようか。大体何やるのか分かんなくなっちゃうからね。死の庭園のマップないぞ。なんてこった、自分で歩き回るしかないね。なんかワニみたいなやついる。おお、まだ来てる。おぶな、ワニガエルみたいな。めっちゃしぶといんですけど。ちょっとちょっと、なんか遠距離攻撃の武器欲しいな。弓矢ないし、ブーメラン欲しい。お、こっちも進めるぞ。あ、中入れると思ったら下にしっかり遺跡があるじゃん。ここはさすがに行けないか。お、宝箱、お金か。お金もちょっとだいぶなくなってきたからな、しっかり貯めてこう。いざ強化したいときにお金がないとかちょっと悲しいんで、しっかりお金も取っておこう。うらー、このね、切った後ね、しっかりこうやって水の中に落ちるのもいいですよね。透明になって消えちゃうとか多いですからね。あ、ここだ。で、ワニも2匹いる。危な。ちょっと待って。ちょっと待って。2体はきつい。よし。こっちから行けばよかったのか。やっぱりこのゲームね、ちょっとマップが分かりづらいね、かなりね。まあ、そうやってこうやってビューを変えろって話なのかもしれないけど、やっぱ説明書がないときついわ。おっとおっと、なんでそんなとこにいるの。おっつ、ちょっと回復。この妖精さん厄介だな。思ってたより妖精さんが厄介だ。うつー、ちょっとちょっとちょ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 っと待って待って、来すぎ来すぎ来すぎ。ちょっと待って、外した。勘弁してくれよ。3体同時攻撃はさすがにきついな。ちょっと開けたところに出たけど、気をつけないと次。おっと、妖精3名危な。こら、妖精さん、ほんと戦いづらい。こっちの攻撃当てづらいんだ、すっごく。で、兵士がいる。兵士はね、もうそこまで怖くなくなりましたね。しっかりガードして、危ね、叩くと。で、ここもできるだけバックアタックで3連撃で、ガードして叩く、ガードして叩く、でダメージ食らわして、おめでい。あー、厄介だなこいつ。なんだよね本当に。く
や敵多すぎだろいくらなんでも。うわとにかくワニさえ倒し合いたい。ワニが死なねえ全然。いつになったら死んでくれんだよワニ。あぶねえ。でお前らよしラッキー当たってくれてラッキー。オッケー。え唐辛子かなんかで回復しとくか。あ違うこれ回復する回復できるわけじゃないんだ。何かパワーが上がったぞ。もう一体いるはず。爆弾クラッシュか。よっけい。ついに倒した。でこっから先に進むと何があるんだろうね。ようやくここまで来れたけど、なんか爆弾投げちゃった。おう。もう敵いないでくれよ。あ、ここでショートカット作れる。よし、最悪。最悪敵が出てきてももういいや。お、完全にボスだ。庭園の騎士。おっと、待って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 、突然銃撃ってくるのかよ。うわ、突然すっげえボス出てきた。立てても一応防げるね。おマジかよ。こっちはこっちは普通にゼルダやってるんだぜオールドな。いやこっちは普通にオールドのゼルダやってるんだぜ。でここがショートカットできるようになったんだ。よし倒すぞ今度こそ。とにかく初手で多少体力減らしておきたいんだよね。あダメージ取らなかったかな。オッケー逃げ。危ねえ。とにかくこれが避けれないとね。シャレンだな。よし近寄ってこれはゴリ押し。逃げよ逃げよ逃げ。危ねえ。いけるぞいけるぞ。いけゴリ押すゴリ押す。ラッキーマジでラッキー。回復しとこう。うやばい縦に逃げちゃダメだマジで。縦に逃げると死ぬ。逃げ決めでもう当たるからね。こんだけ離れてても。うん。回復しとこう。くう怖。こんだけ人目に立ったのに。一気に。こんなピンチに。うう、ヒットポイントが少なくなってくると、やいけるか。ヒットポイントが少なくなってるとくると攻撃も激しくなってくるんだよね。あと一撃よーし。いやーいやめっちゃ強かった。こいつにマジで何度挑戦したことか。あ、こうやって動かせんだ。
これは特に何もないの？特に何もくれないの？こんなにめちゃくちゃ強くてめちゃめちゃ苦労したのに、めっちゃ時間使ったのに何もくれないの？こっち側に進むと多分金があるはず。あ、宝箱があった。お金でした。お金はちょっと違う。ここを登ったところに金があるはずだぞ。あった、西の金と。鳴らしましょう。裏、これで東西両方の金を鳴らしたんですけど、さあ特に反応はなし。どこが開いたとか、どこかに行けるようになったとか反応ないか。ここのショートカットが開けるようになって、はい、じゃあ今日はそんな感じで、この説明書の中の西の鐘を鳴らすっていうところまでクリアしました。西の鐘を鳴らす、東の鐘を鳴らすっていう目的が達成すると、この一番最初に言った金色の扉が開くようになるってことかな。いや、とにかくね、このゲームボスもめちゃめちゃ強いし、敵もなかなかえげつない攻撃してくるんですよね。まあ、ダークソウル作りたくなる気持ちはわかるけど、とにかく敵の攻撃を強くすりゃいいってもんじゃないぞ。だけどこのゲームめちゃくちゃ面白いです。クチュニックの実況プレイは全体を通してここまでにする予定です。シリーズ通して見てくれた方、本当にありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンで応援お願いします。ここまでは ATAT インディーゲーム沼でした。